にちは、生き物タイムズです。今回のテーマは、生物が生み出した仕組みをヒントに新たな技術や製品を開発するバイオミメティクスです。生き物タイムズ。1、フジツボの分泌液。フジツボは殻の縁が固く鋭い甲殻類、特殊な分泌液で海中でも強力に接着でき、海中の岩や船底などにくっついて生息しています。このフジツボの強力な分泌液を模倣して水中接着剤や手術用接着剤などを開発中。今までの接着剤は空気中での使用のみでしたが、今後は湿ったところや水中でも使用可能になるそうです。2、カワセミのくちばし。カワセミはくちばしが非常に細く、先端が鋭い流線形をしています。この構造により、魚を捕るため水中に飛び込む際、水の抵抗を受けずほとんど水しぶきを上げません。これを模倣したのが新幹線の先頭部。新幹線がトンネルに入るときにドンという爆発音が鳴り響く、通称トンネルドンの騒音対策として考案。空気抵抗を減らすことに成功し、さらに消費電力も 15% 減ったそうです。3、蚊の針。皆さんは蚊に刺されたときに痛みを感じたことはありますか？ほとんどの方は感じたことがないかと思いますが、それもそのはず。血を吸うときに使用する蚊の針は、刺したときに痛みを感じにくい構造をしています。この構造を模倣してできたのが注射針のマイクロニードル。この針は従来の針より細くできており、注射の痛みを減らすことに成功しました。4、テントウムシの羽。テントウムシの羽は硬いさや羽と柔らかい後ろ羽があります。飛び立つときはさや羽の内側から後ろ羽をさっと広げ、着陸時は後ろ羽を折りたたみさや羽に収納。大きな後ろ羽を素早く出し入れする詳しいメカニズムは最近までわかりませんでしたが、2017年に東大の研究チームが解明。実はこの後ろ羽を支える骨組みは、巻き尺や人工衛星用アンテナと同じ仕組み。この高性能な羽の折りたたみ機能は、人工衛星のパネルや折りたたみ傘などの利用に向け、開発が進められています。お、ハスの葉。ハスは、水底の土中に栄養素を貯めて、そこから葉と花茎を水面に伸ばす水生植物。葉の表面は撥水構造で、数マイクロメートルの凹凸と、水に溶けにくいワックスがついています。また、葉についた水滴は汚れを巻き込みながら転がり落ちるため、葉は常に綺麗な状態。この撥水構造は衣類や靴、テントなどの防水素材、建築物の外壁や塗料などに活用されています。6、蜂の巣。蜂の巣はハニカム構造と呼ばれる正六角形が隙間なく並んだ形。強度が高く安定しており、隙間がないのでスペースを有効活用できます。実は正六角形は同じ形を隙間なく並べて面積が最大になる形。現在このハニカム構造は航空機の部品や建築材料など至るところで活用されています。7、サメの鱗。サメの鱗は純鱗と呼ばれる小さな歯のような構造。この構造は水の抵抗を減らす役割があります。航空機の翼はサメの鱗の模倣で、飛行の安定性や燃費の向上に成功。競泳用水着でも水の抵抗を減らし、選手のパフォーマンス向上に貢献。さらにサメの鱗を模した素材は抗菌効果もあり、医療器具やマウスパッド、携帯カバーなどにも活用されています。8、タマムシの羽。タマムシの羽は光の当たり方によって様々な発色をします。この発色は通常の色とは異なる構造色という発色方法。構造色は年月が経っても色褪せないという特徴があります。そんな構造色に着想を得て開発中なのが、なんと世界で最も軽い塗料。これを使えば、これまで航空機1機で500キロも使用してきた塗料が、わずか 1.3 キロにまで削減可能になるそうです。ちなみにタマムシの羽は、古代から色褪せない素材として重宝され、法隆寺のタマムシの厨子でも使用されています。動物からヒントを得た技術、バイオミメティクスアッセン、いかがでしたか？生き物の高機能な構造やメカニズムは技術革新に大きく貢献しています。人間の発想を超える自然界の知恵は素晴らしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。気になった内容はありましたか？他に知っていることなどあれば、ぜひコメントでお聞かせくださいね。皆さんのいいね、チャンネル登録もお待ちしています。それでは、またお会いしましょう。さようなら。